こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、小いでございます。この動画は、弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。心理学の各種試験の対策や教養のためにお役立ってください。よろしくお願いいたします。そうですね。いつの間にか話は近く、心理学的な内容になっておりまして、 本日かか、ら何回か知覚のにに関するお話というふうになっています。そこでまずご紹介しておきたいのが、えー、明るさや距離角度によって筋刺激の特徴は様々に変化するのにもかかわらず円刺激の構造や性質が比較的不変なものとして知覚される現象という 知覚の恒常性についての説明なわけですけれども、まあ、ここで問題になるのがこの筋刺激っていう用語と円刺激という用語なわけですね。